俺はどこにいるでしょう。バレバレだね。はい、どうもりきです。実はすごいことになっております。今多分みんなスプラトゥーン持ってる人いると思うんですけど、持ってない人で最近スイッチ買った人、あつ森用でスイッチ買った人とか、他にもね、どんなゲームしようかなって悩んでる人がいると思うんですが、実は4月30日から5月6日、まあ、自粛期間が解除される日まで、スプラトゥーン2が無料で体験できるダウンロード版が、出ました。無料です。皆さん無料でスプラトゥーンができます。ちなみにスプラトゥーンやってる人も新しいアカウントで、まあ、一応自粛期間っていうか5月6日まではできるので、サブアカみたいな感じになっちゃうんですけど、ただでできます。ということで、とてもすごい状況です、今。任天堂株式会社がね、またね、粋なことをしてくれましたね。これでスプラトゥーンやる人、ユーザーが増えると。あつ森で買った人がスプラトゥーンやる可能性もある。そしてスプラトゥーンをやってる人が、まあ、あつ森やることは結構あると思うんですけど、これ嬉しいね。俺、すごい嬉しい、これ。とても嬉しい。ちなみにダウンロード版でもプライベートマッチ、実はできるんですよ。前回できたので多分できると思うんですけど、まあ、プライベートマッチで遊べるような、まあ、かくれんぼとか鬼ごっことかを、一応今日はこの後に動画でお見せしたいなと思います。これは生放送でやった参加型の、視聴者参加型の時のかくれんぼの、俺が鬼の時の動画ですね。いっぱい見つけました、イカちゃんを。どうぞ。あ、いた。あ、さっき落ちたマニューバか。マニューバ見つけた。ってことは、もしかしたら近くに、シャープマーカーもいるかもしれない。あ、ナイス、いた。あ、若葉見つけてる。あと二人、あと二人、あと二人、あと二人。あと二人どこ？あと二人どっかにいるはず。ここか？いない。いた。いた。落とせ、落とせ。落ちないか。どっちだ？どっちだ？どっち？どっちかわかんないけど。どうした？ああ壁に張り付いてた。あ、まさか下から当たるとは思わなかった。ここから当たった。漏れがないかもしれない。アフロ見つけた。アフロ見つけた。壁キラー見つけた。どこにいるかな。いたー。リアルスイーパー見つけた。ナイス。あれいない。あれ考えすぎか。俺ね、今見えたかもしんない。ちょっと待って、みんな見えたかもしんない。俺今、なんで戻ってるか教えてあげよう。見えたからだ。一人捕まえてくれてる。ナイス。ここに、ここに、ほら、これが見えたの。下から見えたの。ワンコそばを見えたの。誰もいない。あ、ヒレ。ヒレヒレをいた。俺これ倒せ。あ、いたぞ。もう横浜公言してる。もう横浜はいい街だと。みんなに広めるために。え？なんか、コロナ倒した。やった、コロナ倒した。あ、いた。癖でマップを見てしまう。あ、あ、やった。これいた。柵のとこにいた。